皆さん、やっほい、やっほい、やっほい。主婦のブログゆみです。イェイ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 。どうぞよろしくお願いいたします。今日は8月28日、水曜日です。あっという間に週の真ん中、ね、水曜日ってことで、ね、今一番ね、疲れやすい時じゃないかなって感じなんですけども、皆さん本当にご苦労様です。今日の札幌はですね、まあ、晴れ間も見えるんですけども、なんか曇りもあって、なんかね、どんよりって感じなんですけどね。まあでもね、本当昨日札幌もゲリラ豪雨だったんですけども、皆さんのところ台風は大丈夫でしたでしょうかね。影響とか大丈夫だったかななんて思っちゃって心配してました。本当にね、まだねちょっとゆっくりな台風みたいなんですけどね。で、今回のゆみの動画は日曜編をアップしたいなと思っております。昨日の撮影分と今日の様子の撮影分をコラボしてアップしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。散歩とかあと料理ちょこっとアレンジしたものをアップしていきたいなと思っております。では、ね、温かい目で皆さんどうぞ見てくださるととても嬉しいなと思っております。それではゆみの動画スタートスタートイエイ。
Thank you.
洗濯物だよ、ほっそーほっそーほっそーわーうわっ、よいしょ、頑張るよー、よいしょ。高校んちだからね、母ちゃん、母ちゃん、それでよ、天気はもうこんな感じかな。昨日のゲリラ豪雨とはまたちょっと違って気持ちいいです。では、母ちゃん、やばい、やばいじゃない、母ちゃん、
ということで、これから夜ご飯をいただきたいと思います。いただきます。今日はマカロニサラダとオートミールと、そして先ほど焼いてたやつです。こんな感じです。ではいただきます。マカロニサラダ、おいしいね。なんか2種類入ってます。負けてる？うん、うまい、うん、すごいうまい、うまっ、うまっ、ね、うん、うん、うまい、うん、なにこれ、うまい、うん、うまい、どうぞ、うん、うまっ、うん、うーん、おいしい、うん、じゃあまたミール、またミールです。うん、すごいおいしい。うん、で自分で作ったマカロニサラダも、うん、うん、うん、おいしい。うーん、ね、本当はねキュウリ入れたかったけどなかった、売り切れてた、エミテで。うん、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 あの後ツナ缶を混ぜたんなのでね、ちょっとまろやかになってるかな。うん、うん、美味しいね。うん、ということで今回はちょっとしたコラボの日常編をアップしてみました。うん、最後まで見てくださってありがとうございました。もう一個食べていい？おいしい、うまいね。うん、おいしい。うん、うまい。うまい。うん、なんか止まらなくなっちゃった。うん、それではまた次回の動画で
お会いしましょう。で、皆さんコメントの方たくさんくださってね、本当にありがとうございます。お返事の方遅れちゃってるんですけども、必ずお返ししますのでよろしくお願いいたします。それではまた、ゆみでした。失礼します。またね。